こんばんは。今回はフラン対策ですね。温泉とクリスマスフラン対策の動画となります。一応見切り吐かせてアナゼエンブレムにすれば別に他のキャラでも見ることはできるんですけど、アナゼエンブレムって持ってない人がちょくちょくいるっぽいんですよ。なのでちょっとキャラで常時見切り持ってるキャラでいいのいないかなーって探してたらアスラを発見しまして、ちょっと結構アスラの動画上げてるんですけど今回も使っていきます。やっぱノクバ無効があるおかげでカレンの剣とかが刺さっても大丈夫ですし、見切りがあるので見やすいと、あと他の見切りと違ってちょっとね見やすいんですよね。サテラみたいな感じで。でラケットは今回ちょっとアスラを主軸として使っていくので増加量にしてます。本当だったら雪32の方がいいです。で靴がクイックムーブですね。で、他の2体の召喚に行くんですけど、キアラは基本的にエクセリアとかサテラとかそこら辺の嫌なキャラをしばくために入れてます。まあ特にエクセはちょっと減りつつあるんですけど、一応いたら面倒なので。でフランですね。フランは一応エクセ対策兼便利枠って感じですね。普段はこれ今回は交代で使ってるんですけど、普段はフランに増加量を持たせて初手で使ってます。で逆にアスラは交代時で使ってるんですけど、初手でやっぱ強いんですよね、なんだかんだ。見れるキャラも多いしってことでフランそのまんま入れてます。一応アスラがサーブタイプのおかげでハイジャンゲットしてますし、なんだかんだ相性はいいです。靴は一応見切りを履かせてます。まあこんな感じですね。とりあえずこんな感じで使っていきます。ちょっとフレマなのでタワーとはまた違うんですけど、一応ガチでやるように言ったのでガチでやってきます。それではどうぞ。危ない危ない、録画するの忘れてた。じゃあ行きましょうか。初手見切りがあるんでね。いや見やすいな。やっぱ M ミュウエでも動画撮ったんですけど、やっぱね水らさがね違うんですよ。危ね。ミュウエの場合はなんかねすげえ見づらくて、初期ミュウエとかもそうだったんですけど、ちょっと待って体力なくなってきちゃった。ほいほい、ほい、でか、それはでかい。で、どうする？はるか。ほい。ヘリはやっぱ早いよね。状態上向こうが増えてきたから、今度はアスラはヘリオかな、やっぱ。ほい。いやー追いつくか。いやギチーギチー、このゲーム強いな。ただ頑張るしかない。いやフランとそのループ強いぞ。ほっ、オッケー。でまたここ春でぐるぐるって感じ。春か、ほい。いやもう打てんのが早ー。回転えぐ、マジか。ほいほい、オッケー。このまま押しちゃうか。春ね、オッケー。うわーやばい思ったより春がきつくてボツが増えちゃってる春これ情報デモして秒数とかになったらまずくねえか。ちょっときつい2ポイントでもきついのに、これ秒間になったらちょっと自分勝つのむずいかもしれん。はいはい、ロブロブ。地味にあの剣ってダメージも入るんでね。はいはい、でかい。そう、この空中ギミックもね意外と邪魔ないよね。うわやばい、止まってないこっち止まってない。ミナだけ、ミナだけ持ってる。やばい、打たないで。いやーひーひー、あーいっちゃったそっち行けねえ、危ない危ない。ああちょっと時間稼ぐしかないか。はい、ほい。いやーきつい。そう、体力ないと見切りもつかないんよね。フラットサーブで、あ今打てんのか。いやん、ちょっと待って、スタミナ遅れ、スタミナ遅れ。ほっ、
はっほっへいへい、お待ち。はい、オッケー。改変食らっちゃったから SS の得点力なくなっちゃったの。フランね。はいはい、ほいほいほい、オッケーで、まあ行くか。春来るもんな。春は正直他じゃいけない気がする。いやーきつい、そっち行けねー。ちょっとそのサイクルやらしいだー。危ねー。いやー危ねー。よし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 、春が強え。マジで数少なくて助かるわ。ほいほいほいはい、時間稼ごうか。こういう使い方もできるね。ほいよし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 、次は温泉フランですね。最初はちょっとアナゼラ家で来てもらってます。アナゼラ家持たせることでね、スタミナ持ちが良くなるんだ。で、最初はフランか、はい、ロブ。あーそうだ、ハイジャン忘れてた。ハイジャン忘れてたわ。よいしょ、ほい、オッケー。このまま行くか。ほいほい、危ない。あー取れんかったか。まあいい、ここで溜まったかか。ヘリオがな止まってないんで、ここで、あ、相手も溜まると。あ、でかそれは、でかい。ほい、オッケー。じゃあこのまま行くか。ほい、そっちか。危ない危ない。オッケーオッケー。まあ見切りがあるんでね。はい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 、ほい、はいはい、ほい、ペイントかかんないか。ほい、あー今の使っちゃうんだ。奥振り手前振り食らったら SS 食らっちゃうからね。はい、次はヘリオで来てもらいました。まあヘリオの方が多分数的に多いと思うので、こっちの方が参考になるのかな。どっちかといえば、まあとりあえず増加量持たせてるんで、アスラ初手で、まあ交代時で貯めてもいいんだけどね。ほいあ、ほいはいはい、はい、危ない危ない、ほいほい、 OK。 相手は止まってるのかな。ほいほい、あー止まってる止まってる、怖いな。 SS やっぱ早いな。ほい、決まらんか。はい、あーハイジャン忘れてた。あー忘れてた、ハイジャン。そうそうそう、サーブタイプ戦闘だとハイジャンだからな。そこがフランの強いところ。ほっ、あっ、はいはいはい、ダメかー、危ない。イエーイ、ラッキー。
オンザでね、オンザ。さすがにバレバレか、今の。てか、あれ、入れ歯してなかったもんな。はい。いやー、もう打ってるか。こっちの方が接戦だな。ヘリオの方が嫌かも、やっぱ。ほい。アスラでやっぱ前出れないのが、うおー、スペシャルか。しんどいな。こっから挽回できるか。ほい。ほい。ラッキー、ラッキー、ラッキー。それはでかい。どうする？ほい。はいはい。はい。はい。オッケー。やっぱヘリオとなるとやっぱ SS も早いな、さすがに。アスラノも。ただ、SS が早いのも相手も一緒なので、ちょっとそろそろ警戒をしたいところなんだけど、そろそろ撃ってくるよね、多分。やばい。あぶねー。あれ、でかい。追いつくか？あ、追いつかないか。ラッキーラッキー。そろそろ多分溜まってると思うんだよね。ちょっとサーブ成功させて、奥振りにするか。奥振り。あ、いい。はい。危ない。やぶない。はい。見切り様様だな、やっぱり。でかいわ。見切りあるないわ。はい、ドーン。よし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 。やっぱ強いな、アスラ。なんだかんだ。はい、いかがだったでしょうか。アスラの強さが再確認できましたかね。やっぱなんだかんだ強いんですよね。アスラは。見えるキャラがやっぱなんだかんだ多くて。で、多分最初の方はギガスとかスカルとか削りを持たせることが多かったと思うんですけど、動画としても。ただ最近はやっぱダメージが入らないとか、状態上無効とかが増えてきて、ちょっと使いにくくなってきたので、ヘリオがやっぱ今の環境はいいのかなーって思います。得点力も全然違いますしね。ダイブに入ってそのまま SS でバコーンって抜くこともできますし、強いんで、今の環境的にはヘリオがいい感じですね。で、やっぱ雪をやる上で課題となってくるのは後継者だと思うんですよ。後継者はちょっとね、勝てるとは言えないです。大体の後継者だったらいけなくはないんですけど、上手い後継者となるとさすがにちょっとスマッシュも普通のボレーも裁かれてしまうので、ちょっと分が悪いかもしれませんけど、ただその上手い後継者以外は基本的に見れるので、アスラで、まあ最悪ハイジャンフランでガン詰め、いやきついか。後継者はちょっと新キャラで対策待ちですかね。まあこんな感じです。とりあえずここら辺で終わりにします。ここまでありがとうございました。お疲れ様です。